はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原といいます。では、今回このテーマですね、2023年春から最短で不動産鑑定士になる方法というテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士三大国家資格の一つと言われています。弁護士、公認会計士、不動産鑑定士ですね。ただ、他の2つの資格と比べると、なかなか、ね、一般の人にはちょっと馴染みが薄い資格だと思いますので、まずはパンフレットを使いまして、不動産鑑定士の仕事の中身について説明をさせていただきます。鑑定士の仕事は大きく鑑定評価業務というものとコンサルティング業務ですね、大きく2つに分けることができます。まずは鑑定評価業務ですね。こちらは公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務といいます。不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していく、そういった業務です。で、この鑑定評価業務は国から認められた独占業務となっています。鑑定士にだけ許されている業務がこの鑑定評価業務ということになってきます。で、鑑定評価業務なんですけど、大きくですね、2つに分類することができまして、依頼主が国とか都道府県等と公的な機関である場合の公的な評価、あとは依頼主が個人さんとか企業さんですね、そういった私人である場合の民間評価ですね、大きく2つに分けることができます。公的な評価の代表例が地下工事と呼ばれるものです。今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、今年一番土地のね、値段が上がったところはここですみたいな形で、そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないですかね。全国の代表的な土地2万6000地点について、国土交通省が全国の鑑定士に評価をさせて、それを取りまとめて、毎年1月1日での価格を3月に一般の人に公表する制度がこの地下工事ですね、代表的な公的な評価の一つということになってきます。で、民間の評価で言いますと、不動産を売買するとき、担保にするとき、相続するときに事前に適正な価格を知っておきたい、そんな場面での評価が必要になっていたり、あとね、賃貸借するとき、不動産鑑定士はですね、賃料の評価も行ったりします。テナントが次の更新時にオーナーさんに賃料の減額のね、交渉をしたい、その交渉のね、資料として役立ってくるのが不動産鑑定士の賃料の評価ということになってきます。で、公的な場面でも民間の場面でも、公平中立な立場からの理論に裏付けられた不動産の価格というものが必要となる場面が多々ありまして、そのような場面で鑑定士の鑑定評価業務というものが大いに役立ってくるということになってきます。一方、コンサルティング業務ですね、不動産に関する困りごとを資格だったり知識を生かして解決していく業務です。例えば、インバウンド需要拡大に伴うコンサルティングですね、語学力を生かしまして、海外の投資家に、アドバイスをしていく、そういった業務で活躍している鑑定士も、多くいますし、あとは CRE 戦略、これコーポレートリアルエステートの略でして、企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていく、そういった業務で活躍している鑑定士もですね、多くいます。で、鑑定士、仕事の仕方なんですけど、まずは試験に合格しますと、鑑定会社もしくは鑑定事務所に就職転職をして、要はね、会社員として鑑定士のキャリアをスタートしていくのが、まずはですね、スタートの鑑定士の仕事の仕方です。で、ある程度実力がつきますと、一つ選択肢としましては、独立開業ですね。不動産鑑定士は、例えば司法書士さんとか、土地家屋調査士さんとかと同じように、不動産系の中でも独立開業型の資格と言われています。ただ、その中でも鑑定士は独立開業しやすい資格と言われています。なぜかと言いますと、先ほど説明した通り、公的な評価があるために、不動産系の中でも、独立しやすいですね、そういった資格が不動産鑑定士ということになってきます。さらには、知られていないんですけど、鑑定士は一般の企業内で専門性を生かして活躍することもできます。これインハウスと言ったりするんですけど、企業内鑑定士もですね、実は多くいます。例えば、不動産会社、今大手の不動産会社は、この先ほどの CRE に特化した部門を立ち上げて、ものすごく営業をかけています。そういったね、 CRE に特化した部門で企業内鑑定士としてね、活躍している鑑定士もいますし、あとは信託銀行さんとかですかね、
信託銀行さんは内定を出した学生に入社前からお金を出して鑑定士の勉強をさせて、入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせるですね、そういったことを行っていたりします。なので信託銀行の中には多くの鑑定士ですね、活躍しています。あとは例えば官公庁ですね、役所です。レックはですね、財務省から委託を受けて仕事として鑑定士の資格を取らせる、そういった業務を、ね、受け負っていたことがあります。財務省さんは例えば国有地を売るときには適正な金額で売らなきゃいけないので、鑑定士にですね、評価を依頼します。つまり財務省さんはね、鑑定評価依頼する立場なんですね。じゃあ依頼する立場の財務省さん内でなぜ鑑定士が必要かというと、依頼をして入手をした鑑定評価書が適切かどうかです、ね、やっぱ内部でチェックしたい。なのでやっぱり財務省さんは全部ね、財務省の中でも鑑定士が必要されています。役所の中でも鑑定士ですね、活躍する方ね、結構いらっしゃいます。このように鑑定士はですね、資格の使い方がですね、いろいろ選択肢があるということです。いや、自分はね、サラリーマン鑑定士として鑑定会社、鑑定事務所ですね、キャリアアップをしていくって選択肢もありですし、いや、せっかく資格を取ったんだから一国一住の主として独立開業するって選択肢もありですし、いや、自分は一般の企業内で鑑定士の資格知識を生かして活躍するって選択をね、したいんだって方もいらっしゃると思います。自分のライフステージに合わせてこのね、資格の使い方いろいろ選ぶことができる、そういった意味でね、あの鑑定士の魅力のある資格ということになってきます。ではこの鑑定士になるためにはどういった試験突破する必要があるのかですね、試験制度について説明をしていきます。まず鑑定試験ですね、大きな特徴としましては、担当式試験、論文式試験の2段階選抜方式で試験が実施されます。まずは担当式試験で合格して、論文式試験で最終合格ですね、まあ、公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。まずは担当式試験見ていきますと、受験資格はね、特にありません。これ誰でも受けることができます。で、科目というところ、担当式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産というのは買って気ままに使えるものではなくて、さまざまな規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律について聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいく科目がこの行政法規という科目です。もしもあの宅建士試験なんか勉強された方は、その4割ぐらいが重なってくる科目がこの行政法規という科目になってきます。一方鑑定理論、名前の通り鑑定評価を行う上での理論、考え方を学んでいく鑑定士としての専門科目がこの鑑定理論という科目になってきます。いずれも択一試験はマークシート方式で出題されていきます。で、いつ試験が実施されるかというと、例年5月の中旬の日曜日が試験日程となっています。で、どれぐらいの点数を取れば合格できるかといいますと、願書ですとおおむね7割が基準と示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。つまり問題が優しければ合格ライン上がっていきますし、難しければ下がっていきますので、まあね、問題の難易度のうちで、まあ、7割前後が合格ラインになっているなということになります。ではどれぐらいの率で合格することができるかといいますと、その丸い円グラフ、2022年度は合格率 36.3%、 つまり約3人に1人が合格できる試験が担当式試験ということになっていきます。で、担当式試験突破しますと、続いては論文式試験ということになっていきます。まずこの行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですのでなくなってきます。一方鑑定理論、これ鑑定士とその専門科目ですので、論文式試験においても鑑定理論は出題されます。加えて民法、経済学、会計学、教養3科目なんて言われてるんですけど、合わせて4科目の試験で課せられるのが論文式試験、これ文系から理系まで科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになっていきます。たまにどの学部が有利ですかって聞かれるんですけど、要するに一概には言えないということですね。法学部ですと民法、小学部ですと会計学、理系の方ですと経済学が有利ですね、そういったこともありますので、いろんな学部の方が受けているのが不動産鑑定試験ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかというと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程ですね。最終日月曜日ですので、お事故されている方は事前にお休み取っていただく必要があります。これ真夏真っ只中、論文なので文章を書き続けなければなりませんので、体力勝負的な面のある試験がこの論文式試験ということになってきます。で、科目数が4科目、文系から理系まで。例えば経済学、いや自分文系なのでちょっと経済学が入っている鑑定試験ちょっと厳しいかも。あとは例えば会計学、いや自分簿記とか勉強したことないので、そういった知識が必要な会計学が入っている
鑑定試験ちょっと厳しいかもっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、確かに経済学、微分は必要となってくるんですけど、それ以外の高度な数学は不要です。さらに微分については講義内でしっかりと説明していきます。で、会計学、確かに簿記3級ぐらいの知識があるとベターなんですけど、ただそういった知識がなくても講義の中でしっかりと簿記の知識は教えていきます。つまりどの科目も全くの初学者だってもしっかりと内容が理解できるようなそういった講義を行っていきますので、特に恐れる必要はないです。講義ね、ちゃんと聞いていただければしっかりと理解できるような、講義を行っていきます。で、鑑定試験の難しさというのは、内容の難しさではないんですよね。民法ですとこれ司法試験の入門レベルです。経済学、これ国家公務員試験の入門レベルです。会計学、公認会計試験の入門レベルです。内容はそれぞれね、入門レベル、ただ4科目同時にしかも論文なので文書で書いていかなきゃならない、そういった難しさですね。加えてやっぱり鑑定試験というのは働きながら、もしくはね、大学生活を送りながらですね、勉強していかなきゃならない。つまり学業だったりですね、お仕事だったりのバランスも取りつつ、しかも4科目のバランスも取りつつ学習をしていかなきゃならない。これ、ね、スケジュール管理能力、そういったことが試されている試験がこの鑑定士の論文式試験です。やはり論文式試験も相対評価の試験です。なのでポイントは基本的には得意科目は不要で、苦手科目が一つ埋まるとなかなか合格することは厳しいので、学業だったり大学生活だったりお仕事のバランスも取りつつ、かつ4科目をバランスよく学習していって、ね、底上げしていって苦手科目をなくして、どの科目も他の受験生と同じようなレベルの答案が書ければこれ合格できます。得意になる必要はないです。相対評価なので、みんなが書けない問題は自分が書けなくてもね、これ全然合否に影響しません。とにかくみんなが書けるような基本的な知識をね、自分もしっかりと身につけて、差がつかないようなある意味普通の答案を全科目揃えられれば合格することはね、これできます。なのでスケジュール管理能力ですね、バランスよく学習していく、そういった能力が試されるのがこの論文式試験ということになってきます。で、どれぐらいの率で合格できるかと言いますと、2022年度合格率 16.4% ですね。まあ、約6人に1人が合格できる試験です。この6人というのは担当式試験合格した人6人のうちの1人ですので、やはり論文式試験に行きますと難易度が高まってきます。あと鑑定試験の特徴としましては、ポイントが2つあるんですけど、まずポイント1、担当式試験合格者は翌年翌々年2年間担当が免除になる制度ですね、担当免除制度、言い方を変えれば三進制度となっています。例のところ、例えば2024年度、しっかり勉強して担当式試験合格しました。ただ論文の勉強してなかったので論文不合格になりました。翌年2025年度は担当免除で論文から受けることができます。仮に論文不合格であったとしても、さらに2026年度も担当免除で論文から受けることができる。これ受け控えとかはできませんので、受かった年も含めて3年間論文を受けるチャンスが与えられる、そういった制度になっています。特にやはりね、働きながら受験される方多いので、この担当免除制度をうまく使っていただくことが、合理的に、ね、効率的に合格を目指すですね、そういった戦略につながっていきます。ポイント2、実務経験がなくても基礎知識で短期合格が可能になっています。学生との若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格可能になるように2016年度に試験問題の見直しが実施されています。鑑定業界でずっと人手不足なんですね。かつ高齢化しています。なので国土交通省、さらには不動産鑑定士協会ですね、こう危機感を持ってまして、なので2016年度に、ね、試験問題見直しが行われました。まあ、簡単に言うと受かりやすくなっています。それまではベテラン重視の知識量重視のそういった問題が出されていたんですけど、見直されて基礎を重視した初学者でも短期で合格できるようなそういった問題だったり形式だったり採点にですね、変更しています。本当にね、今短期で受かりやすくなっています。担当論文一気に合格するようなそういった方もね、本当に増えてきています。じゃあ実際合格するためにはどれぐらいですね、勉強時間確保する必要があるかと言いますと、一応目安を説明しますと、まず担当式試験合格するためには講義の時間も含めまして、だいたい500時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があると言われています。論文式試験科目も増えまして、論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、まあ、最低でも2000時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があるということになっています。なので、担当論文一気に合格するためには
合計2500時間ぐらいの勉強時間を確保していただく必要があるんだということになってきます。では踏まえて、ではね、鑑定試験合格するためにレックとしてはどういったコースを準備しているかといいますと、まずは先ほど説明した通り担当免除制度がありますので、この免除制度をうまく活かして段階的に学習していきたい、そういった方もいると思います。つまり1年目は担当、2年目論文ということですね。なので1年目まだね、担当の合格だけを目指すコースがありまして、こちらが、ね、22、3ページとね、見開きで見ていきますと、はい、こちらが2024年の担当だけの合格を目指すですね、2024担当合格コース全50回のコースです。2年計画でまず1年目は担当の合格だけを目指すですね、そういったコースになっています。でこの担当合格コースの中にはテキストから過去問から全て入ってますので、淡々とねコース紹介していただければ、十分に一発で担当ね合格できる力身についていきます。見事一発で担当合格していただきますと、2025年度は論文だけのコースしっかりとありますので、そちらを受講していただきまして論文合格を目指すということになっていきます。なんですけど、今回のテーマはこの春から学習をするってことですよね。で担当試験、試験というのはね5月ですよね。で春から始めると、翌年の担当試験、試験まで大体1年間ぐらいあるわけですね。で担当合格するためには大体500時間ぐらい勉強時間が必要、説明しました。でそれを1年間365日で割りますと、1日あたりの勉強時間ってどれぐらいになりますかね。大体 1.3 時間ぐらいですよね。つまりこれ週末しっかりと勉強していただければ、平日は勉強しなくても十分に500時間消化することができます。つまり春からですと担当だけに絞ってしまうのはちょっと余裕がありすぎてもったいないということです。なので春から学習できるならば、ぜひ論文を見据えたコースを受講してもらいたいということになってきます。それがこちら、2024担当論文基礎コース全124回のコースということになってきます。2024年の担当合格を軸に置きながら論文合格のための基礎力を養成していく、そういったコースになっています。でこのブルーのところが担当なんですけど、これ担当をメインとしつつ、でピンクのところ論文ですね。論文については知識をインプットしていく論文基礎記の講座が付け足されているコースが、この担当論文基礎コースということになってきます。担当をメインにしつつ論文については知識をインプットしていく論文基礎記の講座が含まれている、そういったコースが担当論文基礎コースです。こちらのコースの特徴は、学習の進度に応じてこの後半部分ですね、論文実際この問題解いていくアウトプット部分が必要なんですけど、そのアウトプット部分を自分でこうね追加するタイミングを自分の学習進度のうちで選ぶことができるですね、そういったコースになっています。これ基本的には2年計画で、まあね、2024年は担当、2025年に論文ということですね。ただ論文式試験というのはやはりね難しい試験です。なのでやはり少しでも余裕のある1年目から前倒しで論文の勉強をしていこうというコースが、この担当論文基礎コースです。やはり論文式試験難しいので、比較的余裕の1年目から前倒しで論文の勉強を始めていこう、そういった趣旨のコースがこの担当論文基礎コースということになってきます。ただ今回のテーマは春から最短で不動産鑑定士になる方法ですよね。つまり最短というのは2024年度に担当と論文一気に合格するということです。これ春からならば十分に可能です。そのためのコースがあります。それがページ戻りまして、こちらですね、2024担当論文フルコース全168回のコースということになってきます。2024年に一気に担当のね、一気に最終合格を目指すですね、そういった担当と論文同時並行で行っていくフルコースのね、フルパッケージのコースということになってきます。担当のコースとともに論文のコースについても知識をインプットしていく論文基礎記の講座とともに、
数多くの問題を解いていく、まあ、アウトプットですね。アウトプットの講座が含まれた論文完成期も含まれたフルパッケージのコースがこの担当論文フルコースということになってきます。でこのフルコースメリットがあります。まずモチベーションの維持がしやすいということです。やはり段階踏んだ2年計画ですと期間が長くなってしまう。やっぱ期間が長くなるということは例えばスランプに陥ってしまうとか、やっぱどうしても、ね、モチベーション波が出てくるわけなんですね。それがこう1年間でこう集中できますとやっぱりですねモチベーションも維持しやすい、波がねできにくいので、そういった意味ではまずねモチベーションが維持しやすいですね、集中して学習をしやすいですね。そういったフルコースのメリットがあります。続いてのメリットとしましては、担当論文共通科目であります鑑定理論について効率的に学習することができます。専門科目であります鑑定理論というのは担当式試験、論文試験、いずれにも出される共通の科目です。これ学ぶべき知識は共通なんですね。基本テキストも、ね、同じ一冊なんです。つまりアウトプットの仕方が違う、マークシートでマークをするのか論文記述をしていくのか、アウトプットの仕方が違うだけで、これ担当論文を通じて学ぶべき知識は鑑定理論共通なんです。なのでこれ同時に学習をした方が鑑定理論については効率的に学習をすることができます。つまり鑑定理論についてはこう学習時間を、ね、圧縮することができます。つまり先ほど500時間足す2000時間合計2500時間最終合格に必要だと説明しましたけど、これ圧縮することによって、2000時間、人によっては1500時間ぐらいで合格している方もいらっしゃいます。鑑定理論については同時に学習をした方が効率的に学習できるので、学習時間圧縮することができます。さらに言うと、論文対策として鑑定理論の学習をすればするほど、担当式試験の合格率も上がっていきます。論文の勉強が担当の合格率を高めることにつながってきますので、そういった意味でも同時に学習するフルコースですね、メリットが多々あります。でこのフルコースですね、どういった方をおすすめかと言いますと、まず働きながらであったとしても春から始めるならば十分にこのフルコースで担当論文一気に合格することは可能です。あとは比較的余裕のある学生の方ですかね、時間が取りやすい学生の方、フルコースおすすめです。あとは司法試験だったり公認会計試験に合格した方、これ論文科目の一部が、ね、免除になります。科目免除が受けられる方もやはりですね、これ一気にフルコースで合格を目指した方が、ね、ベターということになってきます。で学生の方についてはフルコースについてはこれ 40% 割引になる学割が設定されています。さらに司法試験公認会計試験合格した方についてもやはりですね、割引がありまして、27ページ示されているんですけど、免除としましては司法試験に合格した方は民法が科目免除になりまして、公認会計試験で合格した方は会計学とあと合格した科目について免除がなされます。その免除される科目数に応じて割引がしっかりと、ね、設定されています。1科目2科目3科目免除、数年前なんですけど、弁護士の方でかつ公認会計士の方ですね、三大国家資格コンプリートという形で最後ね鑑定試験ねチャレンジしていただいた方がいました。その方ね3科目免除だったんですよね。民法経済会計学免除で論文対策としても鑑定理論だけを学習すればよかったんですね。やはりもう見事一発で受かりました。なんでこういったね免除を受けられる方はフルコースですね、こういった割引がしてですねチャレンジしてほしいということになってきます。で、受講の仕方なんですけど、大きくですね、学校に通学をする通学形式と、あと自宅等々で通信で受講する、ね、通信形式ですね、大きく通学と通信ですね、2つに分けることができます。でまず通学についてはですね、32ページですね。でこちらが通学のスケジュールですね。左、青のところがこれ担当コースのスケジュールになってまして、ピンクの方が論文コースのスケジュールになっています。で通学をしていただく学校は、東京の千代田区にあります水道橋本校が通学の学校になっています。で担当のコースですと春からですとこの5月の28日からがスタートになっています。担当のコースは毎週日曜日ですね、
午前10時から12時半まで1コマで、1時間の休憩を挟んで午後の1時半から4時までですね、毎週日曜日午前午後ですね、1コマずつ計2コマずっとね、毎週日曜日2コマずつで講義が進んでいく、そういったスケジュールになっています。一方論文の方のコースですと、2023年7月1日からスタートする。で、論文の方は毎週土曜日ですね、やはり午前1コマ午後1コマですね、毎週という2コマずつで進んでいく、そういったスケジュールになっています。一方通信はと言いますと、受講形態としましては、大きく DVD での受講とウェブでの受講と分かれてきます。講義の映像データをですね、手元に残したい方は DVD の受講なんですけど、少し値段が高くなりますので、この内容は同じですので、特に手元にね、映像データを残す必要がないならば、このウェブでの通信ね、受講をお勧めします。これネット環境さえあれば、いつでもどこでも受講することができます。スマホなんかでも受講することができますし、音声についてね、ダウンロードして受講することもできます。じゃあこれ通信いつから受講できるかと言いますと、例えば担当のコースですと、担当のコース、まずはね、合格基礎講座の鑑定理論という科目からね、受講していただくんですけど、こちら全20回分が2023年2月の2日からもう受講できる形になっています。通学クラスが5月の下旬ぐらいでしたよね。通学クラスの約4ヶ月ぐらい前から通信ですと、もう受講できる、そういったねスケジュールになっています。で、レックの通信講座はですね、ちょっと特徴がありまして、レックの通信講座は生クラスを収録して、で、生クラス、通学クラスの後に都度なんか配信されるみたいな、そういった通信講座じゃないんですね。レックの通信講座ですね、生クラスを収録して、で、生クラスの後に配信されるみたいな、そういったねスケジュールじゃなくて、通信クラス生のためだけに専門のスタジオで収録したものをですね、こう事前に収録しています。通信クラス生のためだけに専用スタジオで事前に収録したものをですね、通学よりもかなり前の段階から受講できるように事前に収録して配信するですね、そういったスケジュールになっています。で、さらに通信クラスのメリットとしましては、まず1コマの講義が4ユニット制の構成になっています。1ユニットがだいたい約35分で、で、それが4ユニットで1コマ 2.5 時間という構成です。1コマ 2.5 時間が1ユニット35分かける4ユニットの内訳になっています。で、通学というのは、強制の契機になるとかですね、スケジュール管理がしやすいとか、いろんなメリットもあるんですけど、ただ例えば担当コースですと、毎週日曜日、講義の時間が、2.5 時間、2コマで5時間で、お振り休みが1時間で、さらにこう通学の時間なんかも合わせますと、トータルで、そうですね、8時間くらい丸々ね、毎週日曜日確保できないと、なかなか通学することはできないということで、これなかなか結構ハードルとしては高いですよね。一方通信というのは、1日の中で35分の隙間があれば1ユニット講義をね、入れ込むことができる。自分の生活スタイルに講義の受講を入れ込みやすい。特に働きながらの方はですね、いかに細切れの時間を使っていくのがポイントです。例えば具体例で言いますと、こんな感じですよね。例えば朝頑張って早く起きて、ワンユニット35分ですね、まずはね講義を受講して、で、出社をして、お昼休み頑張って第2ユニットですね、35分講座を消化して、で、帰って夕食後、残り2ユニット、3、4、第3、第4ユニットの講義を受講するって形で、1日の中で35分の隙間があれば講座をですね、入れ込むことができる、そういったメリットがレックの4ユニット制の講義ですと行うことができるということになってきます。続いてのメリットとしましては、
エクの通信講座はね、画面上に教材を映しながら講義をしていくスタイルになっています。つまり、通学クラスですとこのように講師がずっと映ってる状態の収録の形なんですね。なので手元に教材がないと、ちょっと講座ね、理解がちょっと難しい、そういったね収録スタイルであることが通常です。一方レックの通信講座はこのようにプレゼンターを使ってしっかりとテキストをですね映して講座を進めていきますので、つまりこう電車等々でスマホ等で講義を見ても手元に教材がなくても講義の中身を理解することができるですね、そういった通信内容になっています。こういったプレゼンターを使って教材をねしっかりと映しながら、こういった形で映しながら講義を進めていきますので、手元にテキスト等々がなくても電車の中でスマホで講義を見るだけで十分にですね講義内容を理解することができる、そういった通信になっています。さらにメリットとしましては、全回数分が一斉に配信されるスケジュールになっています。つまり仕事の換算機に一気に学習したい方におすすめなのがこのレックの通信講座のメリットです。最近は科目免除を生かして公認会計士の方が鑑定士ですね受験される方増えています。見事合格してるんですけど、公認会計士の方というのは決算機に合わせて仕事をしなければならないので、仕事がこれ換算機とですね繁忙機ですね、極端に分かれてくるわけなんですね。なので公認会計士の方はこの換算機に一気に講座の消化をしたいですね、そういった学習をしていきます。レックですと先ほど全20回分が通学クラスのかなり前段階で一気に配信されるスケジュールになってますので、自分の換算機に一気に講座を消化することができるですね、そういったことも行うことができるのがレックの、ね、通信講座のメリットということになってきます。でこの通信講座のメリットは通学クラスの方もですね、享受することができまして、どういうことかというと、レックの通学クラスには必ずウェブか DVD のフォローがつく形になっています。通学クラスには必ずウェブか DVD のフォローがつく、ね、そういったスタイルになっています。なので例えばさっきの、ね、通学クラスのスケジュールで言いますと、論文の方がいいですかね。例えば論文のコース合格基礎講座、まずは経済学から受講していただくんですけど、例えばこの8月の19日の土曜日2コマお仕事だったり家族だったりもしくはね大学等々の用事でちょっと休まざるを得ないとか、そういったことがあると思うんですよね。ただレックですとこの通学のかなり前段階からフォローのウェブか DVD か受講できる形、そういったフォローがついてますので、これ直ちに自宅でウェブか DVD でこの2コマ分講座を消化して翌週から生クラスに復帰することができる、これ通いやすい生クラスになっている、通学クラスになっているのがレックのねフォロー付きの通学クラスということになってきます。で担当コース論文コース、いずれもまずはこれ、ね、基礎をインプットしていくこの合格基礎講座から受講していただく形になっているんですけど、このスタートの合格基礎講座については合格基礎講座は各科目初回講義が無料体験できることになっています。やはりね講座実際に受けてみないと申し込むかどうか判断できない、そういったことも全然いると思います。ぜひですね体験してみてください。これ予約とかも一切不要ですので、このスケジュールを見ていただきまして、各科目の1回目ですね、1、2回目これ無料で体験することができますので、ぜひ体験してですね、レクの講座体験して講座ですね検討してみてください。あの通信の方も、大体各科目の1、2回分がこういったね YouTube 等々ですね、あのウェブで無料で見れるようになってますので、ぜひですね体験していただきましてですね、レクの講座、あこんな講座こんな風にやるんだなって方で体験していただきまして、で講座ね申し込むかどうかねちょっと検討してみてください。でレクとしましてはコースとしては3つですよね、まずは段階踏んで担当免除制度をうまく活かして担当だけの子を、ね、合格目指す担当合格コース、いやちょっと遥かなので少し論文の勉強を前倒しでやっておきたい担当論文基礎コース、いややはりこれですよね、いやもう春から始めてるのでぜひ最短で鑑定士になりたいって方は、
担当ロムフルコースです。春からならば働けなくなったとしてもですね、十分にフルコースでね、担当ロム一気に合格すること全然可能です。もう本当に鑑定業界で人手不足で、今ね、本当変革期にあるんですよね。なので、ぜひですね、鑑定士、興味を持っていただきましたらば、いずれかのコースで受講していただきまして、できるだけ早くですね、鑑定士になっていただきまして、好きなね、鑑定業界の担い手になっていただけたのは、ありがたい限りということになってきます。はい、では以上をもちまして、私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。